フィギュアスケート女子の18年ピョンチャン五輪銀メダリストのエフゲニア・メドベージェワが21日、新型コロナウイルスに感染したと、ロシアメディア、マッシュ、が報じた。他の複数メディアも引用する形で報じている。マッシュ、によると、メドベージェワは当初2度検査を受け陰性。ただ、その後、コロナウイルスの症状を感じ、検査を受けた結果、陽性反応が出たという。現在は隔離されている。欧州と同じくロシアでも新型コロナウイルスの第2、3波で新規感染者、死者数が増加しており、11月に入り、1日あたり約2万人の新規感染者で出ている。メドベージェワは今季、新型コロナウイルスの影響もあり、ピョンチャン五輪以降指導を受けていた、ブライアン・オーサウジとの師弟関係を解消し、エテリ・プトベリゼコーチに再び指示した。練習拠点をカナダからロシアへと戻した。背中の痛みなどのため、ロシアカップや現在モスクワで開催中のグランプリシリーズ、ロシア杯などを欠場していました。ロシアでは現在日で2万人を超す陽性者が出ていると言われていますが、ロシアに友人がいるという方の動画を見ていると、モスクワ在住の方は2万人なんて絶対嘘だと、もっと多くの感染者が出ているのに数字をごまかしていると、言っていました。共産圏では十分にある話かと思います。本当に選手の皆さんだけでなく、ロシアの方々にはぜひ、日々の生活において、気をつけてお暮らしください。